今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。9月4日市民の皆さんにも参加していただいた大阪880万人訓練、今回は市役所にて行われた災害対策本部訓練の様子をご覧いただきます。この訓練の主要項目は実践的な訓練による職員の災害対応能力の向上、人命救助の段階から被災者の生活支援活動への円滑な移行要領、そして関係防災機関との調整要領となっています。今までですね、うちは災害発生時の状況で訓練していたんですけども、熊本地震とか見ても分かるように結構避難者が避難してから、避難所に人があふれ返ってしまっていると、その場合にみんな困ってしまっているというような状況があってですね、今回は、初めてのケースなんですけども、災害発生が最初9月1日に起こって想定上ですけどね、今日は4日目なので、ちょうど当初の3日間は72時間は人命救助に全力に当たるんですが、4日目からはそろそろ避難所に避難している方、今回は想定上はだいたい1万人と見積もっているんですが、1万人の方溢れているという、避難所に溢れているということで、それをやるということで生活支援にどのようにうまく円滑に移っていくかと、そういう訓練をやっていくことも必要じゃないかということで初めて導入させていただきました。新型コロナウイルスへの対応ということで4つの部屋に分かれての訓練だったんですが、それぞれどういった役割分担があったんでしょうか。そうですね、まずここは5階なんですが、ここの5階はプレイヤーといって、実際に訓練される方、鍛えていただく方ということ で、この部屋が委員会室なんですけども、災害対策本部会議も開くと、主要な市長本部長以下主要なメンバーが揃っているところですね。それから隣の第二会議室というところが災害対策本部に集まってくる情報がすべて一括する情報整理グループというのと、それから各市民からの電話とか、それから各市の部下との連絡調整のことを担当する事案処理班というのがいます。第一会議室では避難所直接調整するですね、避難所支援班、それから協定を結んでいる民間の企業さんとか、それから全国の市長会とか、協定を結んでいるところも含めてですね、そういう支援チーム、連絡調整するですね、物資とか人の支援を受けるですね、それからここで勤務している職員のですね、衣食住、食べるとか寝るとか、そういう面倒を見るところ、広報支援班というんですけども、そのチームと、それで最後に病院関係、入院される、怪我されて入院される方がいますので、そういう医療救護チームというのを分けて機能を3つに分けています。であと3階にですね、コントローラー室というのを設けてまして、でそこはある時は大阪府の職員とか、ある時は防災機関の職員、ある時は市民というて、いろんな役割を演じて、電話等でこちらに各関係するところに電話してもらってですね、情報を与えていくという、鍛える方というんですけど、これコントローラーというんですけど、その役目をしているところ、4つに分けてやると。ドローンの映像も映し出されていたんですけれども、はい、あれはどういった訓練内容だったんですか。あれはですね、実際災害の時は現地に行って現地の状況を知るのが一番重要なんですが、例えば今回のように山林の中で道路が崖崩れ等で行けない場合が結構あると思うんですよ、土砂崩れと崖崩れ。それでそういう場合にはドローンを飛ばして上からその道路の状況を見ることができるし、もちろん家屋等の被害の状況も見ることができる、それから津波なんか必ず来ますので、沿岸部は今回やりませんでしたけども、そうしたら津波で被害を受けている状況がどうなのかと、地上では入っていけないので、やっぱりドローン使うと上から偵察することができるということで、非常にいい訓練だと思います。はい、泉佐野というのは津波であったりとか山もあるんで、土砂崩れであったりとか、空港のことも気にしないわけですし、多岐にわたってのところでですね、
いろいろなところに、まあ、本当に大きな災害が起こった時には配慮していかなければならないというような大変なところでありますけれども、引き続き、まあ、住民の生命の財産を守ることが、まあ、我々行政にとっては一番大事な仕事でありますので、それをしっかりとですね、気持ちに持っていただきながら、引き続き臨んでいただきたいというふうによろしくお願い申し上げます。また例年とは違った訓練内容だったと思うんですが、終わられた今いかがですか？多分ですね、2年前ですかね、台風21号あれの教訓でだいぶレベルが上がったんじゃないか、私が言うのおかしいけどもと思います。だから非常にレベルが上がってきてます、間違いなく、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、大阪880万人訓練は大阪府内の一人一人が事前に考え行動し再確認していただくため実施されています。いざという時慌てないよう、普段から防災意識を持って備えるよう心がけてください。これは昨年末に開催された木下グループ関空アイスアリーナオープニングセレモニーの様子。年始から通常営業のスタート、大勢の来場者でにぎわっていました。さらに3月にはスポーツ庁よりフィギュアスケートのナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設に指定されるなど、明るいニュースが続いていたところにやってきたのが新型コロナウイルス。しばらく一般営業を休止し専用貸切営業のみという状況でしたが、緊急事態宣言の解除を受け6月1日からは営業を再開。現在は土日祝を除く平日のみの営業となっています。さて、そんな関空アイスアリーナに今日は上野郷小学校の生徒さんたちがアイススケートの体験学習に訪れます。番組内では顔を伏せますが、みんなの笑顔しかと見届けたいと思います。取材したのは2学期もすでに始まっていた8月28日。今年の夏休みは新型コロナウイルスの影響で8月8日から16日までの9日間という通常より短い期間でした。滑ろうと思わずこう歩いてみて、まず上野郷小学校の明戸校長先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回アイススケートの体験学習ということなんですが、どういった経緯でこの企画をされたんでしょうか？実は上野郷小学校は今年プール整備工事をしてもらっていて、今運動場が3分の1ぐらいしか使えないんです。それで去年の段階で、この6月に運動会をしようと企画してたんですけれども、新型コロナのことがありましてちょっと中止になってしまって、まあ、子どもたちの思い出が一つ減ってしまったので、何かないかなというふうに思っていましたところ、市の教育委員会の方でこの体験を募集していましたので、それで応募させていただいたという経緯でございます。なるほど。今日は4年生ということなんですけれども、他の学年の生徒さんたちも体験されたんでしょうか？今週1週間をかけまして、火曜日が5年生、水曜日が3年生、木曜日が6年生、そして今日が4年生ということです。なるほど。体験された児童さんたちの感想とかはいかがだったですか？そうですね、初めは難しくて、ずっと手すりのところにおった子どもたちが、最後にはほとんどの子どもたちがもう手すりなしで大丈夫だという状態になってまして、とても楽しかったという感想であるとか、最後の自由時間に、友達と一緒に滑れて楽しかったであるとかということで、結構多くの子どもたちがまたお家の人たちとかと来たいなというふうな感想を書いてくれていました。なるほど。実際滑ってみてどうだった？楽しかったです。難しかったです。難しくてめっちゃこけたりとかしました。スケートの先生に教えてもらったことで何か印象に残ってることありますか？滑る足に体重を乗せるってことです。アイスアリーナできたけど実際来てみてどうでしたか？いっぱいこけたりはしたけど楽しかったです。初めてやったことがいっぱいあったから楽しかった。今回
回はアイススケートの体験学習ということなんですけれども、上野郷小学校では普段どういったことに重点を置いて児童たちの教育に取り組まれているんでしょうか。うちはですね、一番は子どもたちが今安心して来れる学校づくりをということで考えているんですけれども、それは子どもたちが思ったことを発言してそれが受け入れられるということが大切かなと思っています。で、上野郷小学校はちょっとスローガン的ではあるんですけれども、神の語の字を取って、かは自分で考えて気づき行動、できる。だから身の認め合いでは自分も友達も認めて仲良く助け合う。だからのびのびとは自然とか、生命を慈しんで、のびのびと豊かな心を持つということ。そして、自分の目標を持って、その実現に向かって進んでいってくれる、そういうふうな子どもたちを育てていきたいということで、教育を進めています。なるほど。今日は先生も滑ってらっしゃいましたが、いかがでしたか。5年生と京都ついてきたんですけれども、5年生の時にはこけてしまいましたが、今日はなんとかこけずに滑ることができました。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。木下グループ関空アイスアリーナでの一般営業は平日のみとなっています。月曜から木曜は12時から18時まで、金曜は12時から17時までとなります。詳しくはホームページをご覧ください。サノテレ。今年100年目を迎える国勢調査、日本最大の統計調査なんですが、一体そのデータはどのようなことに活用されているんでしょうか。政策推進課の方にお話を伺いました。今年で100年という非常に歴史のある統計調査なんですが、どのような場面で活用されるんでしょうか。はい、まず国勢調査は5年ごとに実施される統計調査でして、国内の人口や世帯の実態を明らかにするために行われています。国勢調査から得られる結果は、児童福祉、高齢者の介護、医療、若者の雇用対策、災害対策など私たちの暮らしのさまざまな分野で役立てられる大切な基礎データとなっております。国や地方公共団体における行政施策の立案だけでなく、民間企業の出展計画などにも活用されております。ではその国勢調査なんですが、どのような形で実施されるんでしょうか。はい、今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、非接触型の調査票の配布方法での実施になります。調査員の方には調査開始の前に検温を行い、訪問時にはマスク着用、咳エチケットを徹底し、感染拡大防止に努めながら調査に当たっていただきます。9月14日から順次調査員の方がご家庭を訪問し、インターホン越しに世帯主または代表者の氏名と普段何人住んでいるかを男女別にお聞きします。そして郵便受けまたはドアポストにこちらの調査票収納封筒を入れさせていただきます。こちらの中にはインターネット回答利用ガイド、このインターネット回答ガイドの方にはそれぞれのご世帯にお一つずつ ID が記入されております。そしてこちらの紙の調査票が入っております。この紙の調査票を記入していただくときには鉛筆またはシャープペンシル、黒のものでご記入をお願いいたします。ボールペンで記入されますと読み取りができなくなりますので、よろしくご協力お願いいたします。そして調査票の記入の仕方ということで、こちらの中に紙の調査票の記入の仕方ですとか、そういったことが書いておりますので、参考にご記入の方よろしくお願いいたします。そして郵便で提出していただく方のために、こちらの郵送提出用封筒が入っております。こちらは切手を貼らずに郵便ポストに投函していただければ結構です。で、泉佐野市独自で10枚入りのマスク1パックも一緒に入れさせていただいておりますので、ご活用ください。今回は特にコロナ禍の中での調査になりますので、紙の調査票の調査員による回収は行いません。24時間いつでもどこでもスマホ、タブレット、パソコンから簡単に回答していただけるインターネットでの回答を
お勧めしております。インターネット環境のない方や普段インターネットに馴染みのない方も、市役所の3階大会議室にインターネット利用ブースを設け、担当者も常駐しておりますので、わからない時も安心してご利用いただけます。国勢調査は市内にお住まいの外国の方も対象となりますので、日本語を理解できない外国の方にも27言語の調査票や記入の仕方の対訳もご用意しております。皆様の生活をより良くするために、すべての方が一人の漏れもなく回答していただけ、正確なデータを得て住みよい街づくりを進められるよう、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。回答期間はどうなっていますか？はい、回答期間はインターネットなら調査票が届いたその時から10月7日までの間、簡単、安心、安全、エコで効率的に回答していただけます。またインターネット回答後10月1日までに回答内容に変更がある場合、再ログインの上修正することもできます。郵便での回答は10月1日から7日までに郵便ポストに投函お願いいたします。では石本さん、その他市民の方にお伝えすることはありますか？はい、国勢調査を装って世帯を訪問して記入済みの調査票を騙し取ったり、世帯の家族構成を聞き出したりする語り調査に注意をしていただきたいと思います。国勢調査の調査員は顔写真付きの調査員証や国勢調査の腕章を身につけています。不審に思われた時は訪問者の氏名を確認いただいて市にお問い合わせください。石本さん、塚本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。サノテレ、今年がラストイヤーとなるゆるキャラグランプリ2020ザ・ファイナルが10月3日、4日の2日間岩手県を舞台に開催されます。その最後の舞台に果敢にエントリーしているのは犬なきんの分身キャラ、ゆるなきん。むっちりした体と愛くるしい表情で子どもたちにも人気のこのゆるなきん、普段は要領よく怠けていますが、今回はちょっと気合が入っています。それもそのはず、皆様からの応援のおかげで8月13日の中間発表ではご当地部門第1位、8月末時点でも1位をキープしています。昨年は犬なきんがエントリーし惜しくも準優勝だっただけに、今年はこのまま突っ走りたいところです。そこで皆様に最後のお願いです。これまでも投票していただいていると思いますが、なんとか投票受付終了となる9月25日金曜18時まで1日1回の投票をお願いします。投票方法はご覧の通り、まずスマホ、パソコンなどの端末から公式サイトにアクセスし、投票に必要な ID を初回のみ登録します。次に発行された ID でログイン、これで1日1回投票できます。投票期間は9月25日金曜18時まで。詳しくは町の活性化までお問い合わせください。最後のゆるキャラグランプリ、一番高い表彰台を目指して一生懸命頑張りますので、皆様からの1日1票の応援、最後までよろしくお願いいたします。サノポで散歩、このコーナーではこちら泉佐野ポイントカード、通称サノポが使えるお店や各種サービスをご紹介していきます。今回取材するのはマカオ食堂さんです。泉佐野関空マリーナの近くにあるマカオ食堂、こちらではランチメニューだけでなくドリンクやデザートにも力を入れ、本場台湾で教わったルーローファンや西門町でも販売している本場のチーズティーを提供。その他アジアン料理やドリンク、デザートなども気軽に楽しんでいただけるお店です。まずはチーズティーから2種類、チーズバタフライピーティーラテと黒豆茶チーズティーをいただきます。うん、おいしい。うん、下にタピオカも入ってるので、最初にタピオカがググッと入ってきて、はい、すっごくまろやかですね。そうですね、うん、はい、あ、確かにチーズの甘じょっぱい感じと、はい、ちょっとこうティーなのですっきりした味わいもあって、はい、うん、飲みやすいです。おいしい。
全然違いますね、味が。そうですね、うん、私こっち好きです。こっちも美味しいんですけど、こっちは黒豆の香りが後からこうふわっと抜けていきますね、はい、うん、まろやかで、またチーズと黒豆合いますね。そうですね、わ、意外な組み合わせ、はい、美味しいです。こちらは10時から提供されているランチメニュー、日替わりをはじめシンガポール、台湾、上海、中華、韓国セットなどアジアの名物料理を毎日楽しむことができます。台湾セットは甘辛く煮た豚肉をご飯にかけるルーローファン、そして豚肉にスパイスを効かせ衣をつけてカリカリに揚げたものをご飯にのせていただくパイコーファン、台湾の代表料理が一つの丼で楽しめるようになっています。いただきます。お肉に味が染み込んでますね、はい、この脂身とこれご飯が進みますね、はい、美味しい、こちらがパイコーファン、パイコーファンですね、はい、いただきます。サクサク、ヘルシーなお肉ですね、はい、うん、これなら女性の方でも気にせずバクバクいっちゃいそうですね。そうですね、うん、美味しい。次にシンガポールセット、シンガポールやマレーシアを中心に愛される料理のバクテーは、豚のスペアリブをスパイスやニンニクを調合し炊き込みに一昼夜をかけてマカオ食堂オリジナルテイストに仕上げてあります。美味しい食べ方の一覧表もご用意されています。美味しい、お肉柔らかい。すっごいこの薬味が効いてます。唐辛子とかもう入れられたら本当に辛いものを好きな方はすごいおすすめですね。ピリッときますね、はい、うん、こちらはですね小籠包っていうのは分かるんですが、こちらは一体どういった商品なんですか？これは、一応元宝餃子っていう、うん、あの中国の昔のお金をイメージして丸く包まれた餃子になってます。うん、羽根がサルサル、うん、美味しい。良かったです。うん、でも味はあの本当に餃子のそのまま美味しい味ですね。うん、さあお次は小籠包、ちょっと開けますね、はい、うわー美味しそう、美味しい、すごい、あの一口サイズなのでお口の小さい方でも食べやすいサイズですね。結構そのサイズ感もこだわって作ってます。また生姜もこうシャキシャキ感があって、うん、これもなんかまたアクセントになって美味しいですね。よかったです、うん、こちらではですねテイクアウトなども行われているということですが、コロナ対策の一環として行っていることなんですけど、まあ、これからももっと種類増やしていけたらなと思いますし、店内全体で65席本当は席取れるんですけど、それ もう40席まで縮小してお客さんにできる限りのことをさせていただけたらなと思ってやらせてもらってます。いや本当に日本にいながらねこういったこうアジア料理ですとかチーズティーといったような話題のドリンクですとかデザートもお楽しみいただけますのでね、ぜひ皆さんたくさんの方々にお越しいただきたいですね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。サノテレ、サノテレインフォメーション、泉佐野の魅力度アップ提案事業、泉佐野の日本遺産お土産コンペ開催のお知らせです。市内で事業を営んでいる企業・個人事業者を対象に、泉佐野市が誇る3つの日本遺産をテーマにお土産アイデア作品を食品またはグッズのいずれかで提案募集します。審査の結果、優秀作品には賞金と商品化に向けた取り組みを支援し、シティプロモーションにつなげていきます。テーマは泉佐野市にある3つの日本遺産です。1つ目は旅引き付けと2枚の絵図が伝える町、中世ひねの庄の風景。2つ目は葛城修験、里人と共に守り伝える修験道始まりの地。3つ目は荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間、北前船寄港地千秋集落です。これらの内容については市のホームページやポータルサイトなどをご覧ください。応募は12月3日木曜までに、
所定の提案申込書に必要事項を記入の上、提案作品の写真、その他必要に応じて補足資料をメール、郵送、または持参で泉佐野市役所制作推進課へ。審査は一次審査と二次審査を実施し、二次審査は来年1月下旬を予定しています。詳しくは実施要領をご覧ください。実施要領及び提案申込書は市のホームページからダウンロードしてください。秋の全国交通安全運動が9月21日から30日に実施されます。交通事故はいつどこで起こるか分かりません。これを機に常日頃からルールを守り、マナーの実践を習慣づけ、加害者、被害者にならないよう十分に交通安全を心がけましょう。いくつか留意点をご紹介しましょう。まず1つ目、子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保。歩行者は道路で遊んだり、飛び出しや無理な横断、信号無視はやめましょう。ドライバーは夕暮れ時は早めにヘッドライトをつけ、先行者がいない時はハイビームを有効活用しましょう。歩行者はドライバーに、ドライバーは歩行者に目と手で合図を送るなどして事故を防止しましょう。自転車に乗る時は信号遵守と一時停止、安全確認などの交通ルールを守って安全な通行を心がけ、スマートフォンの使用、二人乗り、傘差し運転などの危険な運転はやめましょう。幼児、児童、高齢者が自転車に乗車するときはヘルメット着用を徹底し、中高生などの自転車利用者もヘルメットを着用しましょう。万一に備えて自転車損害賠償保険などに加入しましょう。2つ目は高齢運転者などの安全運転の励行。高齢運転者は参加、体験、実践型の交通安全教育や運転適性診断を積極的に受け、自らの運転適応能力や身体機能の変化の的確な認識に基づき、ゆとりのある運転行動を心がけましょう。加齢などに伴う身体能力の変化を感じたら、運転免許証の自主返納を考えましょう。すべての座席の同乗者にシートベルトの着用、チャイルドシートの正しい使用を徹底しましょう。3つ目は夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転などの危険運転の防止です。夕暮れ時や夜間に外出するときに、歩行者は明るい色の服装をし、靴や持ち物などに反射材をつけ、ドライバーから発見されやすいようにしましょう。ドライバーも自転車利用者も夕暮れ時には早めにライトを点灯し、トワイライトオン運動を推進しましょう。飲んだら乗るな、乗るなら飲むなを遵守しましょう。妨害運転、煽り運転は犯罪です。思いやり、譲り合いの気持ちを持ちましょう。最後4つ目は横断歩道ハンドサイン運動の推進です。歩行者は道路を横断するときはしっかりと左右を確認し、必ず横断歩道を渡りましょう。横断歩道を横断するときは手のひらなどをドライバーに見せるなど手で合図しましょう。ドライバーは横断歩道があることを示す道路標識としてダイヤマークがあります。原則として横断歩道手前、おおむね50メートルと30メートルの位置に表示されていますので、ダイヤマークを確認すれば横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しましょう。横断しようとする歩行者にはお先にどうぞと手で合図をしましょう。詳しくは道路公園課へお問い合わせください。禁止区域での路上喫煙や公共地での犬糞の放置は条例違反です。巡視員が市内を巡回し、違反者に対して是正命令を行い、是正措置を行っていただけない人には路上喫煙の場合は1000円、犬糞の放置の場合は1万円の過料徴収を行っています。市民の皆さんのご協力により、全体的な犬糞の放置件数は減少傾向にありますが、現在も多数放置されている地域が見られます。市民の皆さんには引き続きご協力をお願いします。また放置糞対策、イエローカード作戦を各地域の皆さんで実施していただけるよう
カードやその他活動に必要な材料などを提供していますので、お問い合わせください。詳しくは環境衛生課へお問い合わせください。それでは次回も佐野テレでお会いしましょう。さようなら。